います。見えます。あ、来ました。あ、うん、アンモニア臭です。完全にアンモニア臭です。うん。日本ではあんまり臭いがある、はい、臭みがあるからやっちゃいけないんですね、はい、昔やったことあるんですけれども、警察官が来て何だろうと言って、はい、ハムハプっていうものはあのホンオヘとチャーシューとキムチ一緒に巻いて食べるっていうことです。巻いて行きます。ホンオヘキムチにめちゃくちゃ合います。すんごく美味しいです。もともとは韓国ではこう強者に肉の葉っぱは出せないんです。だからうちだけは、うちだけは出す。その葉っぱと肉がものすごく相性がいい。楽しみ。強者にんにくを。いきまして、お肉とポンで食べます。いきます。あの最初肉が来るんです。味が肉が来るんですけど、そこに噛めば噛むほどあのポンオフェのなんかそのアンモニア臭とあとあの歯ごたえがこうどんどん合わさっていって、ヨーダニンニクもあるんでものすごく味が複雑で、それはすごく美味しいですね。今知られてない韓国料理もすごくいっぱいありますので、はい、うん、健康的なものいっぱいありますので、そういうものも知られたいなって元気出ると思うよ